を語れ。待たせたなてめえら。第1回相棒を語れ。司会の神谷隆二だ。アシスタントの麻生里奈です。同人誌と式神の皆さんに自分の相棒についてどう思いますかという質問に答えてもらいました。その答えを聞いて誰のことを語っているのかを当てろ。お互いに相棒の答えが分かった奴らの優勝だ。優勝商品はどんぶりいっぱいです。いやー参りましたな。残ったら包んでもらっていいですか。磯六くん、お前の当人誌は食うことがかかったらやる気満々だな。それだけではないでごわす。秘策があります。へえ、大した自信じゃねえか。いいのか。俺は信頼を司る式神だぜ。絆の深さで勝負するなら俺と相馬だって負けやしない。僕と正臣の誓いの強さに勝つつもりなのかい。キバチョハン、その高い花ぽっきり折れんように気ぃつけや。おっと、早くも式神同士の戦いは始まっている。リク、負けんじゃねえぞ。では第一問。すぐに泣く。誰のことを語っているのでしょうか。相馬藩と違う。違うよ。リクのことかもしれないよ。テル殿が情に脆いという噂も聞いたことがありますが。ナズナ殿が私のことを語ってくださるとは。テル感激。感激で泣いているやつもいるが、正解は相馬だ。本人が否定したのは残念だったが、その息を俺は買うぜ。相馬、フサノシンペア脱落。フサノシン、本当のことだろ。けどそれはお前の優しさや強さの源だから気にしなくていいんだ。ありがとう。第2問。食べ物にこだわるのはどうかと思う。ああ。何ですか？あれ皆さんどうして私を見るんですか？他にいないからでしょ。あ、決まりだな。あ、でもこだわってるのなら正臣さんかもしれないよ。どんぶりに。そう、僕の答えだ。なるほどね。今の俺はそんな風に見えてるわけか。正臣キバチオペア脱落。よし、次の問題だ。大満足。ハートマーク付きで。イソログですね。テルでごわす。さあ答えは。ピンポーン。二人とも正解です。すごい。やるじゃねえか。イソログは維新伝心を司る式神ですから。心はいつも一つでごわす。おっと、意外な奴らが勝ってしまうのか。お互いに正解するチャンスが残っているのはリク・コゲンタペアとナズナ・ホリンペアだ。さあどうなる。次の問題は、一緒にいると辛い。それもしかして引っ掛け問題。式神も当人誌も相手のことをそんな風に思うやつはいるはずねえもんな。でもこれはウサさんの答えなんですけど。ホリンが、確かにうちやけど、ホンマはな、式神にそんな思いをさせていたことにも気づかないとは。私は未熟です。もう、意固地になっとらんと人の話も聞きいな。意固地ですって。あの二人とも落ち着いて話し合おうね。辛いけれど己の至らなさは受け入れようと言っているのに何が不満ですか。なんで信じてくれへんの。うちはな、うちのほんまの答えは。失敗、髪が折れちゃってた。なんだと。うささんの答えは、一緒にいると辛い時でも頑張れるでした。え、ということで第1回相棒を語れの優勝者はテル・イソロクペアだ。賞品を受け取りやがれ。え、どんぶり一つですか。はい、どんぶり一杯って言いましたよ。じゃねー。ポリン、私は何も言わんで。うちはそういう意固地なくらい一生懸命なところも好きで契約してんのやからな。もう今度から紛らわしい言い方はおよしなさい。はいな。え、
俺たちはどうなったんだ。そうだよね。ところで小源太は何て答えたの。おめえはとても一言では言えないから何も書かなかったんだ。なんだよ、俺と一緒じゃねえか小源太。僕たちも優勝だったね。